精密度ポリエチレン製、ラップ気泡ラップコンビニおにぎりの、ラッピングラッピングフィルムとは、何かものをくるむために用いる、プラスチックフィルム。ラップフィルム、包装用フィルム、包装フィルムとも呼ぶ。単に、ラップとも言う。包装用フィルム出荷量このほか、ポリメチルペンテン、ポリカーボネート、ポリスチレン。 ポリアクリロニートリル、エチレンビニルアルコールとも10号体、エチレンメタクリル酸とも10号体も使われる。食品、食材、料理を直接触れる形で包装したり、電子レンジで調理するときや、冷蔵庫で保存するときに密閉するために用いるもの。日本ではサランラップという商品名で呼ばれることもある。こと包装という場合には、野菜や魚介類、 食肉など生鮮食品が外気や店頭で消費者が直接触れないようにするために用いられており、スチロールトレイなどとともに使い捨ての包装材料として利用されている。食品に溶出する成分があっては不都合があり、また衛生的でないと使用できないため、一定の安全基準が設けられるなどしている。 クリスマスプレゼントなどの特別な贈り物や花束のラッピングに用いられる。顔料を混ぜた素材でカラフルに着色してある場合や、塗料によって色彩されていたり、印刷によって衣装が凝らされる、あるいは金属蒸着を利用したミラーフィルムなど多岐にわたるものが利用されている。透明なプラスチックフィルムも利用される一方で、和紙をプラスチックコーティングないし接着して、 耐水性を向上させた製品もあり、内容物を飾るために、様々な製品が見られ、一般に包装材料として、ラッピングフィルムという場合は、これを指す。ただ、包装材料として、使い捨てになるため、過剰包装である場合は、排気が意図わしくなる場合もあることから、効果的に使うために工夫が凝らされることもある。包んで、リボンをかけたり、ステープラーやシーラーで、 折り目や重ねた部分を止めて立体的な構造としたり、またセロハンテープで接着したりして商品を包む。列車やバスの車体に広告を描くために用いられる。一時的に塗装面に接着して利用する印刷物で対光性、耐抗性があり、特に窓ガラスなど、ガラス面に貼られるものでは、マジックミラーのように外からは、 印刷面がはっきり見えるが、中からは視界をあまり遮らないものも利用されている。携帯電話などの外装をデコレーションするために用いられる。ラメなどの飾りがついているもの、片面が粘着面になっていて貼り付けられるもの、多少の局面に対応できる伸縮性を持つものなどがある。携帯電話や携帯ゲーム機など、携帯機器に貼られるものは装飾に加え、 本体が傷ついたり汚れたりするのを防ぐ意図もあり、また場合によっては密閉構造で防水性のある包装材も見られる。しかしこういった加工はやや操作性を損なう場合があり、また、防滴程度の防水性しかない。その多くでは、必要に応じて、または、機器の種類に応じて利用される。新、食品包装用フィルム、フレキシブル放送。 理論と応用 ISBN48 億9086万1963ありがとうございます。